河野投手。え、一発。少しでも思いが伝わればと思って清掃ですよ。誠意だね。10月31日、はい、今ね社会人の日本選手権やってますよ。うんうん、これ初戦ね、東京ガスと大阪ガス、おお、ガス対決、ガス対決だったのよ。2対4で河野投手、大阪ガスはね負けて、ああそうっすか、しまったんですよ。ただピッチングはねリリーフで出てきて、うん、3回3分の1、自責点0、うん、自己最速タイの151キロが出たと。ほう順調に来とる。うんうん、これはもう春からいけるぞと思ったらですね、うん、これ毎日新聞の、はい、情報ですね、はい、今後について、うん、どうですかと。はいはいはい、まだ考えてないです、うん、ここからしっかり監督さんと会社と話して結果を出したいと思います。5位指名だったことについて、うん、現段階の評価がああいうことだったので次に向けてレベルアップできるよう頑張ろうと思います。うん、いつぐらいに決断しますかと。うん、選手権が終わったのでそろそろ話すんじゃないかと思う。うん、プロに行かない可能性もある。はい会社に恩返しができてない。ほう、今年の結果がこれで来年は絶対これ以上の成績を残せる自信があるのでという一連の流れがあって、まあ、担当職人に言うと、はい、指名拒否の可能性があると。まあ、確かに、うん、これはもう河野選手の人生ですし、うん、まあ、野球人生だから、はい、でもちろん、うん、思うことはあったんだろうと思うし、うん、それを尊重してほしいなと思うんですが、うん、はい、バリバリ戦力としてカウントしてます、うん、文面的には、うん、まあ、ちょっと冷静にいろいろ見てみようと。はいはいはい、仮に指名拒否した場合な、うん、来年また指名されるのとか、うんうん、ね、うん、データ取りましたよ。はいはいはい、これ平成の、うん、間で起きた指名拒否の一覧でございます。はい、ちょっとね数は多いんで、うん、ああこの選手もそうだったなっていうのを、うんうん、振り返りたいんですけど、はい、直近の超大物でいうと菅野投手、ああもうこれはね東海大から、日本ハムね一指名受けたんですが、うん、留年そうよ、留年したんだよ。そして、翌年巨人に入ると、はい、まあ、これで関連してるとやはり1989年の元木大輔留学というね、留学、うん、はい、上宮高校から大英で1位指名受けましたが留学、はい、翌年巨人に1位指名、はい、あとは福留孝介、そう、ね、福留さんはね、そうなんですよ、これね、うん、95年 PL から近鉄で1位、うん、でその時に巨人か中日がいい、そうなんだよ、ということで日本生命に進んで、うん、3年後ですかね、うん、98年に中日に逆指名で入ったと、うん、まあ、数多くあるんですが、はい、まあ、こういった情報を、ね、まとめますと、はい、平成でいうと22名、うん、これ長野選手のちょっとダブリもカウントします、はいはい、うん、指名拒否をしたと、はい、まあ、重要なのは指名を拒否しました、うん、その後その人はどうなったのか、うんうん、プロに行けたのか、はい、プロに行けた人数は高卒12分の9は行けてるんですよ、うんうんうん、大卒は5人中3人、うん、プロに行きました、うん、社会人は4人拒否して2人プロに行きました、うん、独立リーグは1人拒否して1人プロに行ったと、はい、もっと厳しいんかなと思ったよ、指名拒否したら。なんだかんだまあ行けてるんだなっていうのは。そうだね、タイミングをずらしてはいけるんだね。そうそう、うん、だ今回の論点ですよ、はい、この川野選手のパターンですよね、はいはい、高卒から社会人に行ってそこで指名拒否した場合どうなったのか、うん、はいはいはい、これが平成でいうと3例ありました、うん、2009年の諏訪部投手、うん、高卒でホンダに行きまして中日の6位指名、うん、受けたんですが拒否してその後怪我をしてしまって2012年、3年後に引退、うん、怪我しちゃうとね、うんうん、2つ目が2006年の木村投手、うん、これは相当すごかったらしいよ、うん、覚えてる左ピッチャー、あーちょっとあんまり記憶ないな、6年か。これ左ピッチャーで、うん、高卒で東京ガス行きました、うん、その時に横浜3位指名受けたんですが、うん、在京のパリーグ球団への入団を希望していたため拒否して、うん、ただその翌年に2007年、高校時代から西武からね栄養費をもらったという問題で1年間謹慎を、あーなるほど、受けてるんですが、うん、その翌年2008年ロッテに1位指名、あーそう、ただねプロとしてはそんな結果は出なかった、おうおう、はいはい、2例目はこれです、うん、行ったんですよ、うん、で3例目2000年平木田選手っていうのは高卒で三菱重工長崎、うん、でそこでオリックスから5位指名受けたんですが、これ野手ね、これ契約金がないということで、
行かないと。うんうん。テネスがその後はプロから声かからず、ほう、2008年に引退と。うんうん。3分の1です。ほう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 。プロに行けたのは、うん、どうなんだろう。いやまあカープファンとしては絶対来てほしいよね。高卒社会人、うん、21歳だからさ、まあ1年待っても大卒と同じ年でってことだね。っていうポジティブにも見れるよね。うん。でここからはね、はい、ネットから声を拾ってきました。はい、ネットからの声ですよ。はい、ネットからの声ね。一つ目、うん、そうですか、指名拒否して来年もう一回ドラフト勝負ですか。うん、むちゃくちゃ来年ライバル多いよ。ああ確かにな。ピッチャーね、僕らやったじゃないですか。そうだね。だとしたらよ、うん、もう一年残りました、うん、かなり今年よりいい成績残さないと。そうだね。上位指名なんて、そうね、難しい。うん、そう、そりゃそうだ。そうでしょ。うん、これネットの声ですから、ね。はい。二つ目、はい、いやこれ指名拒否したらドラフト5位、カープのドラフト5位枠何だった、見返したら裏学の金田くん取れたじゃん。冷静だな。まあそういう見方もできるね。そして三つ目、はい、大阪ガスに、まあ、恩返しがまだできてない、うんうん、ということだったんですが、うん、もう十分したろうと。去年と一昨年この日本選手権優勝して、去年 MVP だったからね。2連覇ね。あ、そうね。そして4つ目、はい、そもそも順位縛りって書いとけ。あ、まあ順位を気にしてね、あれなるなら、そうですよ。そうでしょ。うん、それはそうよ。後出しじゃんけんもいいとこだろ。うんうん、これネットの声ですよ。はいはい。そして5つ目、はい、仮に来年カープが上位指名しました、うん、うん、来てくれて嬉しいんだけども、引っかかる部分はあるよな。あー、っていうカープのファンのね、そういう心情。まあ1年ね、うん、まあじゃあ去年来ても一緒じゃないかと。そう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 、そう、ファンは思うよね。そう、というのがね、ありましたよ。はいはいはい。そういう声が、ね、ポジティブな声は、ポジティブな声はね。それも拾ってあげなさいよ、1個ぐらい。我々が最初にね、はい、言いました通り、うんうん、まあの川野選手の人生なので、はいはいはい、うん、まあね、悔いないようにやってほしいと。そうだね、ちょっと心境がちょっと、もう報道だけじゃ分からんね、正直。そうなの。何が一番引っかかってるのか、本人の中で。いやこれ多分順位だと思うよ。他にもこの日刊スポーツの内容だと、はい、社会人に行った時に上位指名っていうのが目標だったと。うん、でさらに今年野球以外の部分で調子を崩してしまったのが悔しい。あの喉のちょっと病気をしてしまって、はいはいはい、年太鼓の後とか、うんうん、1ヶ月ぐらいも全然野球できなかったとか、うん、そういうのもあってドラフト前にベストパフォーマンスをできなかった。あ、それが上位指名につながらなかったのかなとか本人は多分思ってるんだと思います。まあ、正当な評価はちょっと受けられなかったと。それでそう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 。で来年は今年以上のパフォーマンスする自信があるしっていうね。いや来てほしいよ。でもこれはなんとかしてよ。もうじゃ、いや俺マジ嬉しかったんだから。おで来年も、うん、来年の結果を残せるって言ってんでしょ本人。そ、来年プロ入り。そこだよな。プロ入ったらプロで稼ぎゃいいんだよ。No! 本当にそうそうそう、ピッチャー消耗品なんだから。そうなんだよ。あ、プロ行って稼げばいいの川野くん。本当にそれは台を声を大にしていたよ。何人も見てきたから。あ、素人のおっさんたちがのざれ事だけど。まあ、というね、ちょっとこの川野投手がそういう、はい、気持ちというのを見たので、うん、急遽動画を撮りました。ネットの声というならもんてさんの声を発表したっていうことで言うと、ね、ちょっと待ってくれ。俺は言うことはないもん。好きにしてし、あなたの人生なんだから。ただ、うん、見たい。カープ、そうね、それは、それが一番です。それが一番、まあ、カープファンの方が多くなると思うんですが、はい、ぜひこれ200件ぐらいコメント来たら、あの川野選手に大阪ガスに送りますんで。熱いメッセージお待ちしております。はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。明日ジャイアンツは回り回ってみんな言っとるな。来年2位で買うのかな。くそ。アエイカンはフェドロに輝く。ゴロある。チャンネル登録お願いします。